任せといて。任せといて。ウジザネのやつ、戦う気力をなくしやがる。さっさと助けに向かうぞ。 我らはこれより武田に着くぞ。 今川を裏切った奴らを片付けねえと ウジザネの態度を確保できねえ。 深追いはするなよ。 ウジザネさえ助けられりゃ十分だ。 被害を最小に抑えて今川を救おうとしているのだ。任せといて。任せといて。私だって任せといて。任せといて。 天下に王道を敷くため今川にはここで滅んでもらうよ。武田勢が迫ってきたぞ。これで勇者終わりじゃのう。 ごちゃごちゃくっちゃべってねえで、さっさと引き上がれ。氏真様、お早く。敵は拙者が食い止めまする。山頂にいる雪村も出しちゃおうかね。開門。 畳みかけてきやがったか。真田の小僧は山道に引きずり込んどけ。頃合いじゃな。のろしをあげよ。おお、武田からの合図じゃ。約定通り我らは武田にお味方申す。
くじけない。てめえらが裏切ることなんざ、お見通しだってんだよ。 誘い込めたか。これで伜殿がクリア。父上、ただいま到着しましたぞ。敵か、挟み撃ちにせよ。運が向いて来やがったぜ。 こりゃ少し欲を出して良さそうだ。勝利条件変更。任せといて。そこら辺の敵は残らず片付けとけよ。 攻撃から攻められる恐れもなくなったわね。信玄の野郎に一泡吹かせてから帰るぞ。まずは山頂を奪っちまえ。 帰ってこられたの。氏真は鬼に食われずに済んだが、わざわざ来た甲斐があったってもんだ。お父様は鬼になる覚悟を決めながらも鬼にならないように戦ってたのよ。 山頂を取っときゃ武田本陣の動きがよく見えるはずだぜ。ここで止まるわけにはいかんのじゃよ。天狗すぎ、わしも出る。 親方様をお支えすべき一手は。信玄の野郎、自ら撃って出やがったってのか。まあ、こっちにすりゃ好都合だ。裏回って本陣をついてやれ。開門。 お待ちくだされ。
大将自ら出るなど危険ですぞ。ゲモン、抜き足、差し足、忍び足、ウジザネさんはどうだったな。うまくいったか。ウジザネさんさえ消しちゃうだ。ほら、そこの不穏な忍び、ここを通りたけりゃ私と勝負しよう。こんなところで野生のクマに出会うなんて、ガオー食っちまうぞ。って誰が野生のクマよ。やはり奇襲狙いだ。本陣を落とさせはしない。すべきことをなさねばならぬ。開門。死なせねえで済んだか。さて、用は済んだ。さっさと引き上げるぞ。はい。あれ、姫様、どうかしました？乱世を言い訳にしない。これがお父様の戦い方なので。